ついにチャンネル登録者が3万人を突破しました。いやー、実にめでたいですな。これも視聴者のおかげ、ではなく日々動画を上げ続けている私の賜物ですね。インターネット上だけ生きり中。さて3万という数字といえば、大体長野県のブドウの生産量、ですよね。はい、そうですね。ということで、長野県にやってきました。みんなアグレッシブ。普段私が思っているだけで違うかもしれないが、仲良くさせてもらっている数少ないゆっくり実況者のくにくにさんが長野県在住とのことで、長野県のおすすめなんかを聞いてみました。すると善光寺がおすすめとのことです。そんなわけで、善光寺に来ました。手ぶれがすごい。あ、ちなみにすごい今更ですが、今回はただ私が長野旅行するだけの動画です。需要どこ？近くで見るとこんな感じ。迫力がすごい。昔の人の建築センスには脱帽です。最初の門にはバッチリ仁王像があり、アウンがお出迎えしてくれます。目力がすごい。あ、間違えてどっちも運用の写真を出していました。編集のブランク。ちなみにアウンの呼吸はこの仁王像が由来のことわざになります。勉強になりますね。中に入るとまずはスタバ。スタバ？ここにもスタバの間の手、イヤマの顔が侵食してきています。まではないでしょ。善光寺も寺院ですので、手洗い場も完備。手洗い場よな。ただコロちゃんの関係で今は柄杓が設置されていませんでした。とりあえず給水所として使いました。腰当たりじゃねえか。それでは門をくぐりましょう。邪魔するでー。邪魔するなら帰ってー。嫌です。そこは帰れよ。ちなみにこういう扉の下の床は踏んではいけないらしいですよ。家の顔だっていうしな。そしてこちらが本堂になります。おかしかこうで何にも見えない。ちゃんと写真もありますよ。おい、ペンの方切れてんじゃねえか。普段家から出ないせいで写真がものすごい下手だということがバレてしまいましたね。なんなら観光客もバッチリ写ってるし、網みたいなのもあってもう最悪だな。この旅は楽しむだけじゃなく、カメラワークの学習にもなりました。次回の旅行では改善されてると思います。そしてお寺恒例すごい数のおみくじ。みんな好きだね、おみくじ。こんな紙切れを100円で売れるからいい商売ですわ。もちろん私も買いました。まあ一応はね。結果は反応に困る吉でした。と思ったのですが、吉は大吉の次にいいやつらしいです。おお、ならいいじゃんか。せっかくなら大吉か、今日が欲しかったですね。どれだかのために悪運を願う動画投稿者の鏡。ちなみに恋みくじなんてのもありました。もちろん買いました。自分の将来を神に任せた気分になって自分は何もしないやつか。いや、辛辣だな。で、内容はどうだったんだ？怖くて開けられていません。乙女か。この後開けたいと思います。さてこの後本堂に入りまして、お参りしてきました。ただ本堂の中は撮影禁止でしたので、ジェスチャーで解説したいと思います。難易度マックスじゃねえかやめとけ。この本堂の中に入ると、まずはチケットの販売機がありました。そこで券を買って中に入ってお参りするって感じでした。ちなみに交通系 IC 対応でした。最先端。中は広い畳の部屋があって、そこに正座して拝むって感じでし、そんなことはどうでもいいんだよ。礼拝はどうでもいいことじゃないだろ。この中にはアトラクション施設がありました。寺院なのに ?1 メートル先も見えないくらい真っ暗な地下通路を通るっていうめちゃめちゃ楽しいコースがあったんです。この画面の暗さがそっくりそのまま再現されているのです。いや、怖。壁に手を当てつつ、前にいるであろう人にも気をつけつつ、一寸先は闇を体験できるめちゃめちゃ楽しいアトラクションでした。だからアトラクション言うな。その後はこの山門に入りました。この建物に、ここに人がいるでしょ？そこに行ってきたわけです。その上から見た景色がこんな感じ。なんか、今と昔が混合してるみたいでいいな。ちなみに一周もできます。なおこの山門、外の景色を撮ることは許可されていますが、門の中を撮影することは禁止されておりました。まあ一応本堂と同じ部類なんだろ。45度以上の角度がある階段とか登ったんですが、それがお見せできないのが非常に残念です。ああそれと、ここに入るのにも入場券が必要でした。まあこれはね、当たり前としか言えないな。私はこういう観光に来たならここでしか味わえないことはすべきだと思っているので、こういうところにお金を出すのは躊躇いたしません。お金は使って初めて価値が出るのです。じゃあこれも買ったんだな。いやこれは冒険しすぎでしょ。その後昼食を取るために、さっきのスタバ通りまで降りてきました。勝手に命名すな。国さんからおやきが有名という話を聞きましたので、バッチリ購入しました。丸ナス味を購入しましたが、まあ普通に美味しかったですね。ちゃんと味レポしろ。おやつというより惣菜パンに近かったです。丸ナスを頼んだからってのもあるだろうがな。外はもちもち、中は熱々の美味しいナスが入っておりました。ありきたり。ちなみに謎の緑の斑点模様がありました。おい、これカビじゃないか。あと海苔巻き焼き結びというのも買ってみました。
普通サイズのおにぎりに味噌と海苔が巻かれておりました。キメガキャンしてないか？いやしてないですよ。めちゃめちゃ美味しかったです。味噌の味付けを教えてほしいくらいですね。そして最後に目力がすごい像がありました。何かを訴えている顔だ。以上、善光寺の観光でした。とにかく真っ暗アトラクションがすごい楽しいのでそれ目当てで行ってください。だからアトラクションじゃないって。アートベラボーに高いモンブランとかもありました。お、モンブランといえば投稿者がこの世で一番好きな食べ物じゃないか。値段相応の味だったか。高すぎて買ってないのでわかりません。あれさっきなんかほざいてなかったか。その後善光寺を離れまして、もうちょっと時間があったのでもう少し周辺をブラブラ、そして近くにこんな公園を見つけました。綺麗で広いな。天気も暑くなく寒くもないちょうどいい天気になりました。そして注目部分は、これ、長野県立美術館。なんと、ジブリ展を開催しているではないですか。あれ？善光寺よりこっちの方が楽しそうじゃね？なかなか面白そうな催しをしていました。事前予約制でした。計画旅行のツケが回ってきた。戻る途中にお腹が空いたので近所のコンビニに寄って、エビマヨネーズを買って腹ごしらえしました。長野行ったんだからもっと長野っぽいもの食べろよ。いや長野のお米使ってるので。それじゃあセーフだな。以上、長野の旅でした。実はこの後長野に住んでる親戚の家に泊まったり、二日目は東京に行ったりしたのですが、今回の長野の旅とはあんまり関係ないのでこれはメンバー限定動画として公開したいと思います。以上、3万人記念動画、初めての一人旅でした。とここで終わると思ったら大間違い。動画時間でバレてるだろ。黙らっしゃい。この動画の序盤で私はこう言いました。3万は大体長野県のブドウの生産量だと。こんなんこじつけだろ。こじつけではありますが、3万人記念動画としての理由としては成立しています。知ってるか？あとまだ恋みくじオープンしていませんし、国産の稲子の佃煮も食べていません。これ食べる気か？ということで家に買ってきてお土産開封の時間だ。ちなみに手を見せるのが恥ずかしいので手袋をしています。さっき写真でちょくちょく写ってなかったか？ブドウにちなんだものをいくつか買ってきましたよ。まずは一つ目。ブドウゼリーです。うん、普通に美味しそうだな。緑と紺色のゼリーの比率間違っていませんか？とメガキャンか？ちなみにちゃんとブドウの果汁を使っています。あれなんかアメリカ産って見えるけど。二つ目はこちら。ブドウジャムです。今回は長野産のブドウを使ってるっぽいな。果実も結構入ってる感じがします。お次はこちら。今までのとは違ってなんかいい感じに包装されてるな。早速開封してみましょう。七味です。急にブドウ要素なくなっちゃってるじゃねえか。失礼、七味大好きな私にとっては買わざるを得ませんでした。お次はこちら。ブドウ味のカントリーマームです。いいね、こういうのだよこういうの。これこそお土産って感じがするな。まあ私人いないんですけどね。いたら一人で旅なんてしてないだろうからな。そして最後はこちら。イナゴの甘露煮です。ガチで買ったんかい。佃煮がなくて甘露煮を買ってしまったことここに陳謝いたします。どうでもいいどうでもいい。以上、私が渡す人がいないけどお土産で買ってきたものたちになります。一つずつ食べてみようと思います。これで長野のブドウを摂取したことになり3万人動画として成立しますね。多分長野のブドウ一つだけだけどな。それじゃあまずはこのゼリーから。長野お土産かっこアメリカ産。長野で買ったという事実が重要なんです。並べてみた。うん、何の変哲もないゼリーだな。それではいただきます。ふむふむ、はい、ゼリーですね。何の中身もないレポだな。これパッと見グミみたいですが、ゼリーなのでプニプニというよりもシャリシャリという食感の方が正解かと思います。まあ思い出商品ということで。ごちそうさまでした。まあ普通に美味しかったです。多分近所のコンビニに売ってるお菓子と同じくらいですね。やはり思い出税は高いということで。次はこちら。ちょっと期待しているブドウ味のカントリーマーム。カントリーマームといえばシュリンクフレーションの影響をもろに受けている商品ですね。そんなこと言わなくてよろしい。はいオープン。結構入ってるな。16個入りでした。ここになんか書いてありました。見た目のためにお皿とお箸を準備しまして、オープン。見た目はブドウっぽくないな。着色料を使ってないってことなんでしょうね。高評価です。それではいただきます。うわ、落とした。ちゃんとお皿ごと持っていきます。圧縮して以来。ふむふむ。なるほど。あんまりブドウ味ってのは感じられませんね。そうなのか？ちゃんと味にも匂いにもブドウは存在してるんですが、
キーにしているせいなのかそこまで強くありません。ちなみにまずいって言ってるわけではありません。ぶどう味はするので普通に美味しいですよ。お次はこちら、ぶどうジャムです。唯一の長野のぶどう。取り出しまして、こんな感じです。すごい、ちゃんとぶどうが入ってる。それではいただきます。うんうん、なるほどなるほど。皆さん朗報です。これブルーベリージャムとほぼ同じです。栄養妨害ダメ絶対。一応パンも準備しましたが、はい、これはまごうことなきブルーベリージャムです。お近くのスーパーで長野気分が味わえます。ほんと最低なレポしかしないな。お次はこちら。七味です。実は一番期待しているお土産になります。ちなみに完全に余談ですが、世界一美味しい七味は向井珍味堂の七味です。言い切った？この七味は辛いだけではなく辛さの中に美味しさがあります。辛すぎくなく、香りも良く、すべてが満点、文句なしの世界一の七味です。七味は辛さ全振りが多いけど、この七味は辛さより美味しさにパラメーターを多く割いてる感じだな。辛すぎというわけでもないので、辛いのが苦手な人にもおすすめです。それでは長野の七味を使っていきましょう。そういえばこれ長野の七味の話だったな。うどんを準備しました。七味と言ったらうどんでしょ。とりあえず適量かけていきます。適量かけました。適量？それではいただきます。ふむふむ、なるほど。この七味はこんな感じです。これも結構辛さに尽力してるタイプか。一般の七味よりもより辛いので、辛いの大好きな人におすすめですかね。スシローのいくらかけても辛くならない薄い七味の正反対にいるような七味です。ほんと急にスシローに被弾した。私は辛いの大好きなのでこの七味もとても美味しくいただけました。じゃあ向井珍味堂と比較してどうだ。いやレジェンドに勝てるわけないだろ。みんなも向井珍味堂の七味を買おう。それでは最後にイナゴの甘露煮です。念のため言っておきますが、今から虫が出てくるので苦手な人はラジオ携帯にしておいてください。それではオープン。うわ、ちゃんと虫が入ってる。見た目はかなりマイナスです。足がピクピクしたりしないよね。取り出してみた。うわうわ、見た目は完全にヤバいやつですね。お皿の方が見やすいかな。ちょっと無理かもしれん。それではいただきます。うんうん、なるほどなるほど。あ、ちょっと待って、これヤバい。失礼、ちょい離席します。あー、これは吐いちゃうやつかな。よいしょよいしょよいしょっと。これお米が必要ですね。おー、あのですね、ベラボーに美味しいです。ええ、なんか頭がバグりそうなんだが。確かに見た目は最悪ですが、その見た目さえクリアしてしまえばご飯のお供としてかなり美味しいおかずになります。ほらもう映像では親指立ててますよ。しかも量で美味しすぎて指スマを始めるくらいです。ちょっと意味がわからん。一斉のでゼロ。自分が指上げてるのにゼロを指定するムーブ再現しなくても結構です。似ている味としましてはご飯ですよ。ですかね。そう、この海苔の部分をイナゴにした感じです。そこが問題なんだよな。イナゴといっても結構柔らかくなるまで調理されているので、硬いとか喉に詰まるとか動くとかはありませんでした。動いたら怖いだろ。食感としては小魚に近いですね。とにかくご飯にとても合います。お茶漬けとかにしたら美味しいかもしれません。イナゴのお茶漬け、名前からしてやばいだろ。これは冗談抜きで、今回買ったお土産の中で一番美味しいです。そうなんだ、意外だな。皆さんも長野にお立ち寄りの際はぜひイナゴシリーズの購入を検討ください。イナゴシリーズってなんだよ。はい、ごちそうさまでした。かなりの高評価だな。まあ普段食べるにしてはビジュアルが強すぎるのでしなくてもいいですが、話題作りとかであればかなりおすすめです。もちろん食べれればですが、何の苦痛も高い出費もなく話のネタが作れますからね。長野への旅費を除く。ラジオにしてた皆さんもう戻してもらって結構です。ということでお土産紹介でした。一番美味しかったのはさっきも言った通り、イナゴの甘露煮です。うーん、やはりまだ抵抗があるな。一度はいいので食べてみてほしい食品の一つになりました。やばいのは見た目だけで、味も食感も全然問題ない、美味しいご飯のお供なので、興味を持った方はぜひ購入してみてください。ということで今回はここまで。今飲んでるのなんだ。あー、これはファミマで買ったブドウのフラッペです。長野関係なくただブドウが好きな人じゃん。一人旅も楽しいものですね。また機会があればどこかに行ってみたいと思います。それではまた次回の旅を会いしましょう。ちなみに予定は未定です。チャンネル登録よろしくな。